じゃあ今日は、まあ、アレックスさんが日本に先週の金曜日に来たということで、あのー、そうですねいよいよでも日本に着いたのは土曜日ですよね土曜日ですねはいはい、うんうん、まあだからとりあえずようこそ日本へありがとうございますありがとうございます <laughs> でうどうでしたかその まあ、カナダにいる時の動画は、まあ、YouTube にこう上げて、はい、であの、うん、どんな感じだったのかなっていうのあったんですけどそのどうですかそのカナダから出て日本に来るまでの今コロナっていう大変な時期で、うん、あの空港の移動もあったと思うんですけどどうでしたか<ー>まずそこから。<laughs> まあそ,そこからですね、まあ、あの今でもあまり実感は湧いてないですね。 そこまで<ー>あちょっとだけあのなんだろうあの道を歩いたらあ日本にいるんだっていう感覚がたまにあると思うんですけどそこまで<ー>なんだろうまだあの、まあ、湧いてないっていうかまああのその空港機を降りた時に <laughs> 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 もうカナダだと思ってもうカナダ結構まあ アジア系の人がいるんですので、そこをなんだろう。結構あの中国が書かれて、あの空港空港でもであの書かれてるから、そこまで変な感じはしましたね。もう異国とは思わなかったっていう。うん、あ、まあ、まあそれはそうかもしれませんね。うん。うん。うん。でもちょっとずつあの日本語を使って、あの。 まあ検疫のそこであのなんだろうつの PCR テストをして、うん、結構1時間以内に結果が出るっていう、うん、それを待つしかなくてまあそれいそれ以外にあまりんだろうそれを待つしかなくない状態になりましたのでそこを普通に、うん 日本の感覚、日本にいる感覚は全然なくて。うん、でも面白いエピソードって言うと、あの。その待ってる時に、まあ、みんなが、あの。自分の番号。割り、割り当てられて。あの。そう、あの。で、まあ、多分毎。20分ごとに。あのアナウンサーが日本語だけで。あの、誰があの出る。 出られるっていうかもう結果が出てあの、うん、こ,こっちに行ってくださいっていうこっちに聞いてくださいっていうあのあのまあアナウンスアナウンス分 <laughs> かんないけどあのがあってそれは日本語だけですのでその最後の桁っていうかあのそう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 ,そう,そう,う,そういうあ最後の桁になりますよみたいな説明をしてたんですけどそれを全然理解できなくて うん。なな,なえ七番が七番が本当に何かその、うん、この紙の中にある番号がもう1個みたいなどっち見たらいいのか全然わかる、あのー、番号札番号札下二桁がゼロ一の方みたいな感じで呼ばれるんだよねうんううんんそうでも何言ってたかは全然分からなくてもうあのー、そのアナウンスが終わった終わったら もう自分の番号を呼ば,呼ばれたかわけ全然分からなくてもう、まあ、普通に何しようかなっていうで日本語でたいどのタイミングであの行ったんですかその自分の番号が呼ばれてるか分からない時に、まあ、アナウンスがあってなんとなくで行ったのいやあの普通に待っててあの<ん>次の20分 <laughs> 待ってて今回ちょっと ちゃんと覚悟ができてあの何、ー、だろうなんとなく全部の番号を見てどこになるだろうっていうちょっとだけ分かっててでついに呼ばれて <laughs>、うん、あじゃあ呼ばれた時は分かったんだそのの分,か分かりましたはいはいそれは分かりましたねほうん、おそれは良かったですでその後にあるじゃないですか、はい、その空港っていうかその,その人たちとのやり取り どこに泊まるんですか、はい、とか、あのーうん、どうやってホテルまで行くんですかとかいろいろこう質問があるじゃないですかそうですね、うん、それ全部日本語でしたか英語でしたか日本語ですね、まあ、まずいつも<か>いつもなんだろうあのー、私の方から「あ、うん、こんにちは」って言ったんで、うん、あのな、ー、んだろう日本語で大丈夫っていう 知るしっていうか、<の> <laughs> っていう、あの、合図っていうか、を言っては言ったんですけど、うん。まああの、まあたまに、え、日本語で大丈夫ですかって聞かれたんですけど、それは全然、まあ、そこまで難しくはなかったんですけどね、そこは。うん。それ良よかったですね。うん、で、まあ空港から出て、まあ今、 ホテルであの2週間っていう暮らしを今している、うん、わけなんですけどうす、ね、あのどうですかそのホテル生活日本でのホテル生活って、はい、まああのトロントとあまり変わらないですねホテルは <laughs> <laughs> やはりそこまでうんまああのなんだろうその日本語に囲まれることが結構好きあ、うん、でまあ何 何に対してもあのなんとなく勉強ができるっていうことが結構まあなんだろう結構好きそう<で>だから今、まあ、その楽園というか天国のようなね本当に空間にいるんだろうなってそう,、はい、そういうのをなんかツイッターでそのエアコンのリモコンとかあの電話の写真とかを撮ってるのを見て、うん、何をしてるんだろうってちょっとなんか。 3秒ぐらい考えてあそういうことかって勉強してるんだと思って、うん、最初なんか観光客気分でなんかめちゃくちゃ幸せみたいな感じで写真撮ってるのかなと思ったらそうですね、うん、今勉強が本当ににんだろう自分の生活につながって いるから、そこは一番楽しいですね。うん、その、なるパズルみたいに、ちょっとだけ、うん、なんか、前、前には、あ,あの、まあ、カナダで勉強したときに、勉強してたときに、あの、何かを勉強しようと思ったら、本当に使うかどうか分からなくて、あの、まあ、たまに、たまに本当に、あのべん、役に立つと思ったんですけど、その、たまに役に立つとは知らなくて、あの、まあ、 どこ、いつ使えるなのか全然分からなくてあのー、こっちにまあ、至ると今,いない今に至るとそのーまああのー、前にはその全体像を見えなかったっていうふうに思って今はちゃんと見ててパズルのあのー、ピース <laughs>、うん、<laughs> を あの置けば結構なんだろうちゃんと位置が分かるっていうか <laughs> まあこの例えをちょっとさ,さ,さておきあのー、<laughs> でだからどうですか <laughs> そのカナダでまあ日本語を勉強をしてきて、はい、まあ日本にもね、うん、あの昔一度来てるわけなんですけどカナダで勉強してきた日本語と 実際にその日本に来てから使った日本語って、うん、その大きな違いみたいなのってありましたかまああのー、そうですねまあそなんとなくあのーまあ、もちろんあのカーナーで勉強したことはもちろん役に立ったと思いますけどそこまであのー、その 結構公式な場面で、あの、県疫でも、そのホテルのスタッフあのと話してる時でも、その公式な場面で話すあの機会があんまりなくて、そこで使われているあの言葉とか、その仕事、仕事か、まあ仕事関係のあの言葉でも、あの、なんだ最近、なんだろう、タクシーで、タクシーで、あの、ホテルで、 空港で全部言った言葉が全然分からなくて毎回迷っててこれが何でしたっけ領領収書、うん、それはなんかいろいろなレシートっていう言葉があると思いますけどそれはちゃんと勉強したと思,う思ったんですけどこれは特にあの何言ってるか全然分からなくてあのんかタクシーで領収書の名前 どうしましょうかみたいなこと言われて、ああ<ー>、重症、重症ないですよみたいなことを言って、<laughs> <laughs> 重症がないですよ、日本の重症ないですよって言っちゃって、うん、いえいえ、名前、名前お願いしますって、ああ、<laughs> ってなって、まあ、あの、最後のホテルで使った場面で、あ、領収書って言ってるんだって。<laughs> 思ってその場面に本当にそのホテルのスタッフの前にあの辞書を引 <laughs> いてあこれかって <laughs>、うん、まあそれを結構勉強になって<ー>、うん、すごいですねじゃあその瞬間瞬間がもう勉強というかそう楽園ですよ 本当に <laughs> だからそういう時って嬉しいんですかそのそれ,それ、まあ、恥ずかしいって思ってしまう人もまあ中にはいると思うんですけど、うん、あの日本語とかまあ英語でもそうなんですけどあ今ちょっと分かんなかったちょっと恥ずかしいなって思っちゃう人もまあいると思うんですけど、うん、アレクサの場合は嬉しいまあもちろんあの死ぬほど恥ずかしいなんですけど、うん、あのー、なんだろう そういう恥ずかしさ認識して、ちゃんと、うん、あう、の、れ、ー、しさに転じようというか、うん。<laughs> だからその領収書に関しては完全にあれですもんね、プラス1っていうか、その、なんか新しい単語をゲットしたみたいな。うん、マイナスはならないから、全部プラスになると思いますので、それをそう、うん、そうですねち、ちゃんと積極的に考えようと。 で今そのあのー、2週間のホテル生活で、はい、まあ移動は基本的にご飯を買いに行くとかですよねそうですねはいでどうですか日本のご飯っていうかそのちょっとした散歩の時間ちょっと日本を感じられる瞬間があると思うんですけど、はい、どうですか今買い物はどこに行ってるんですか今はあのーー結構ロロソソンローソン そう、たまにローソンローソンと、うん、セブンに行ってるんですけど<ー>あのー、まあその食べ物とその散歩の時間も両方美味しいですよはい <laughs> じゃまずちょっとじゃあそのね <laughs> あのコンビニの方から話していきましょうか、はい、はいはいはいでローソン まあローソン、まあ、セブンイレブンもそうですけど、まあ、日本のコンビニってカナダのコンビニとはかなり違うカナダにもその韓国系とかそのお店があって、ね、まあちょっと似た雰囲気のところはまあ,あると思うんですけど日本のコンビニも,もまあ独特な雰囲気というか品揃えがまあちょっと違う、うん、なんかスーパーじゃないけどスーパーみたいなところもあったり、うん、コンビニらしさもあったりとか。うんうん してると思うんですけど、うん、どうでしたかあの、まあ、に日本にちょっと前に、あのー、来てる時にも、まあ、コンビニはちょっと使ったと思うんですけど、うん、どうですか今回そのじっくりその、はい、日本のコンビニに行ってみてその感想というかどう思いました、うん、そうですねあのー、まあまずはもちろん、あのー、コンビニコンビニは本当に 天国と思ってて、あのー、今死んでもいいっていう、あのー、幸せになりましたけど、それを去っておき、あのー、結構感動ですね。あのー、そこまで、なんだろう、うその、クオリティの高さに、それは、あのー、もちろん、前にもしてたんですけど、その、クオリティの高さなんですけど、その、してたんですけど、そこ、ここまで、 あのもう一世界に,になったっていうにどうにか至ったっていう気分ですね。あのその、まあ、前あの昨日食べたカツカレーでもあのトロントのレストランに勝てるかも <laughs> ぐらいの美味しさが、うん、そのようなものが結構驚きますね <laughs>。 そこはびっくり、うん、そのなんか質の高さというか、うん、あれこれコンビニのご飯っていうよりレストランでもいけるんじゃないかっていうそのびっくり感はあったと思うんですけど <laughs> まあ他に何かありました、うん、えってこんなのもあるのコンビニってみたいなうんそうですねまああのー、どうだろうまああのー 何でしたっけなんでしたっけ、まああの全部がちょっとっちょっとだけびっくりするんですけどその限定期間の品物でもあの<ー>そっちなん,なんか最近昨日食べたのはいや和牛のおにぎりであのその前にあのいくらとカニ カニでしたっけ、うん、カニのおにぎりもあって<ー>あまああのー、で今のちょっと食べたいやつがあったんですけどなんだっけそのな何か肉まん肉まんなんですけど中にあるのはあのー、すき焼きすき<ー>焼きまんっていう,ほうそっちはかなり。

もう逆で何が食べていいのか全然わからないっていう何が安全なのかわからないっていうそういう迷いがあるんですけどこっちの迷いは真逆,真逆で <laughs> あの全部が美味しいですけど今なんだろう一番幸せにな,になるものは何でしょうっていうはい、うんほう でおにぎりって、あのーはい、開けるときにこうちょっと面倒くさいところがあるじゃないですか <laughs> 今ちょっと種類がいくつかあると思うんですけど普通のやつはこう番号が書いてて書いてあって12、ね、みたいな感じでなってるんですけど、はい、うままくできましたあれ実はですね、あのー、カナダで,ナダで、うん、そのパッキン,パッキンその放送の番号好きの あの放送があ,ありましたのでそこでちょっとした練習をしました<おー> <laughs> まあ練習っていうか本当に練習する気ではなかったけどもうなんとなくあの食べたかったから練習が,がてらに <laughs> 経験済みははい、はい経験みでであのその時は何回も失敗しました、はい、何回も 落としたり爆発したりあ、まあ、<laughs> いろいろなことがあったんですけど今はうまくできたと言えるぐらいですねおにぎりが好きなんですかじゃあ,あの、ね、コンビニの中で特にカツカレーも昨日食べたって今さっき、うん、言ってましたけど、まあ、昨日カツカレーとあのその和牛の、うん おにぎりを食べました晩ご飯に。はい、<ー>和牛のおにぎりあんまりおいしくはなかったんですけど。あそれは。うん、あんまりなんだろう。あのー、和牛が全然なかったっていう。あーソースだけみたいな。名 <laughs> ば,ば,ばかり和牛みたいな。えな何それ名前だけ。 和牛って名前だけ使っておけば <laughs> ちょっとみんな買ってくれるからみたいなそう,そういう感じかな、えー、でもあのー、先ほど言ったののあのー、そのカニのといくらのおにぎりがほんとに本物で美味しかった <laughs>、うん、<laughs> っていう飲み物はどうしたんですか飲み物はまああの来、ー、日した日はあのポカリポカリスウェット,スウェット ほう、にして、それ初めてなんですけど、美味しかった。美味しかったですね。初めて飲んだんですかパレス。そう,そうそう、初めて。あ、あ<ー>カナダで、なかったですか?。ないですね。多分、あの、せ専,専門店で、うん、あの、日本、日本のお菓子の専門店で。あると思いますが、全然、うんそ、そこまで興味がなかったんですけど。<ー>結構、みんなが、なんだろう。 あのポカリスエットが何の病でも治れるっていうそうそうそう<の>飲む飲む天敵っ呼ばれてまわた、ね、そうそうそうっそう <laughs> よく言ってるから試し、うん、んかちょっとあの本当にそのその時結構疲れてじゃあ飲もうっていう、うん、うん、風にどうですか効果ありましたポカリスエット いいや、わかんないですね。<laughs> そこまで <laughs> そこまでは普通のあのなんだろう普通でまあ今今ちょっといろいろ買っていたんですけど今でも持ってるんですけど、うん、ちょっと飽きましたすでに <laughs> あ<ー>はいいやちょっと飽きたらじゃあ次はアクエリアスかなんか飲んでみたらいいのアクエリアスポカリセットとアクエリアスは 似てるというか、ちょっと味が違うんですけど、好みが分かれますね。ペプシとコカ・コーラみたいな。ああ、でもポカリスエットがコカ・コーラ。いやアクエリアスがコカ・コーラ。えコカ・コーラ・社ャ。ああ、そういう。ああ、そういう。ポカリスエットは多分別の会社だと思う。なるほど、なるほど。じゃあ、アクエリア。アクエリア。スアクエリア。ス でも色も同じ青いラベルで中に入っている飲み物もそういうちょっと半透明というか色をしてるので見つかると思います大体その似たようなところに置いてあると思いますなるほどわかりましたちょっと味が違うから飽きてきた頃に飲むにはちょうどいいかもしれないなるほどそうコンビニね まあそれもあって、うん、まああのお酒でも結構お酒好きなんですけど、うん、そこの辺そのあのカナダでは LCBO っていうあの店がお酒の専門店、ね、そう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 その普通のコンビニで売れないですねあのお酒はそうだね、うん、そうでこの便利さその この便利さそのなんだっけじじ,じ自動あの自販機でも売ってる、うん、あのこっちのそのホテルのあのホテルで自販その自販機があるんですけどそのビルを <laughs> 売ってる自販機もあって、うん、その便利さにちょっとまああの感動します、ね。感動はい、うん、はいそうだねまあ。うん 割と簡単にお酒は買えますね。まあ、タバコもそうですけど。そうですね。うん、カナダと違って、そこは。それは結構大きな違いだと思いますね。うん、で、はい、お店の人とのやりとりは日本語でしてるんですかいつも。いつも日本語ですけど、その、来日したときに、うん、あの、なんだっけ、あの、何言ってるか全然わからなくてあ。コンビニの店員さん。コ が何言ってるうか全然分からなくて、<laughs> あの、急に英語になりました。はい。<ー>はいそ。そこはちょっと、<laughs> なんだろう、あのーえ。何が分からなかったの早かったってこと店員さんの日本語か。早かったし、ちょっとだけつぶよい、つぶやいたっていうか、ああ、だ。そうボスボ言ってて、で、あのー、ちゃんとマスクも。 あの着用してそのナイロンの,あのスクリーンもあっていろいろなあの障害物がありましたっていうか, <laughs> かんそうそこであのその方はあの外国人の方で英語でもできたからで普通に英語で「ah, Do you need a bag?」とか ウォンムダフとか言ってて、<laughs> はあ、はいはいはい、うん、ちょっと死んだ目で、はい。<laughs> はい <laughs> うん、そうだね、使いたくなかったもんね、英語は。<laughs> そ,うそうそうそう、そうでも、あのー、その次の,あの次行った時は、その同じの店員さんがいて、うん、同じあの、あの、なんだろうなんだっけ、その時は全部日本語になりました。あのああ っていうののがああって、あのー、それはおよしはいしみたいな勝ちましたっていうああ<ー>、はい、うんそうですかでそれがまあ基本的にいつも行くコンビニなんですよねローソンでで,、ね、で別にセブンイレブンも時々行く感じなんですかそう,そうですね結構遠いからうんああ<ー>、うん まあ、ちょっとね気分を変えたいときに、うん、そうですねはい、うん、でどうですかその今そのコンビニホテルからコンビニに行くその中で見る日本って、うん、どんな感じですかまあ今ちょっと寒いけど、うん、寒いですか、うん、ちょっとねまあカナダの人からしてみれば全然寒くないと思うんだけどそうですね、まあ、あのそのローソンまで 多分30秒ぐらいの,あのい <laughs> 結構近いからあのー、なんだっけあのあんまり見ることがないっていうか、うん、そこまでないですけど、うん、それでも楽しいいいかそれでも<う>なんとなくなんだろうあのー、周りのビルの、うん、あのー 感じとか漢字とかそうあの「あ,あ駐車場駐車場だい,いね」みたいなそれ読めるよって <laughs> みたいなこともあるけどああ<ー>、うん、でもーでちょっとしたなんかクイズみたいなまあそうですねうんなんか読める漢字を探そうみたいなそう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 あのなんだっけあの 最近習った言葉というと、あの、なんだっけ、「快活」なんか「快活クラブ」って読みましたので、「快活」を見て、あまそれって。で、セブンイレブンに行くときはちょっと遠いから、もうちょっとそ,のそういう時間も増える、ね、そうですね。多分、あのーうん、なんだっけ ドン・キホーテにちょっと行きたくて、うん、でもあの散歩多分徒歩30分ぐらいにら、うん、あちょっと距離がありますねちょっと距離があって、うん、でも多分一回行こうと思いますね、うん、それのその途中にあるあのー、公園にもとかもありますので、うん、それいいなと思いますね、うん、ドン・キホーテね多分ドン・キホーテとか行ったらあのー やばいいんじゃないですかもうドン・キョーテって言ったらもうそこら中に日本語がありますからす、ね、日本語だらけ多分あの見るもの触るものがほんとに楽しいというかう、ね、もう行くだけでもなんかディズニーランドを超えるそうですね超えるなんか テーマパークレベルの、うん、まあそのドン・キヒョーテとかビレッジ・ヴァンガードとかはもうそういうふうなので店の作りがそうですねそれはうんまああの多分体に危ないと思いますのでそれでも行きます、はい、もうなんか心して行ってくださいはいでそのセブンイレブンとローソンまあコンビニなんですけど、うん、ちょっと 売ってるものはまあ基本的に一緒なんですけどちょっと違うところがあると思うんですけどどうでしたそ,で、ね、その、うん、そのアレックさんのその感想としてはローソンとセブンイレブンはいどちらの方が、はい、そうですねそれは危ない質問ですねいやまだでも <laughs> あのファミリーマートまだですからそうですねまああの、うん、今はあまりそこまであのセブンに行ってない ですので、うん、あのまだ判断はつけないというかそ,う、まあ、それぞれのコンビニにいろいろとこう<ー>なんだろう特色があるものというか売りにしている商品っていうのがあるのでぜひ、うんうん、ともそれを、ね、自分でこう見極めてローソンだったらこれだよねとかセブンイレブンだったらこれだよねっていうそのコンビニの,その <laughs> プロみたいな感じに。 まああのなっていくんじゃないかなって、うん、そうですねまあ最近あのツイッターでコンビニに詳しい人とで出会えてそれも嬉しいですね <laughs> はいでなんかコンビニから派生していってあのスーパーまあスーパーもそこそこ種類がありますから、うん、そうですねあの面白いと思いますし、うん、あのまあ本当にいろんな とところが、まあ、カナダとは違うので、まあ、マクドナルドとか、うん、例えばねケンタッキーとかもまあ日本語仕様になってるのでうんうん、そうです今、ね、までとはま,あまた違うその体験というか <laughs> 売ってるものもちょっと違うので、うん、マクドナルドなんか特にそうですね照り焼きのなんとかとかそうそう、はい、あとご飯 ご飯バーガーみたいなのもあったりとか、ご飯じゃなくてご飯でサンドしたものとかもあったりとか、日本人向けの商品が結構どこの店にもあったりとかして、なるほどそういうのを見つけながらね暮らしていくのも楽しいと思いますよ。せっかくね日本に 来てもらったのに、ね、まあ今状況が状況なだけに、うん、残念なところもあるんですけどまあ一人で楽しめる部分もたくさんあるのでそれは、うん、そうですねまああのー、ポジティブに考えるしかないからいやもうでもすごいちょっとしたことでもねものすごく幸せに感じているみたいだから今日本語を見るだけで嬉しいみたいな。 結構単純ですよはい。も全部楽しいんじゃないかなと思ってたぶ <laughs>、うんだから多分実際そのもう一回また昔乗ったその地下鉄とか電車とかに乗っても、うん、まあ昔よりそのアナウンスとかも分かるようになってると思うのでそうですねそれも死ぬほど楽しみにしておりますねえ、はい、それはさすがにやっぱりすごいなって思うんですけどうで,、ねうん、で今じゃあそのホテル生活自体を全然 いやじゃないというか苦しくないというかいやー逆にこういうのあの隠離が好きですねあの前にも結構あの部屋にずっといるああそうこもってたんですけどあのそうですね家族家族と, <laughs> 家族とあの住んでた時は結構もってて、うん、全然、うん 苦しくないよ <laughs>、はい、それはよかっじゃあ今その、えー、っと金曜日土曜日か土曜日に日本に着いてから、まあ、しばらく経ってるわけですけど今まででじゃあ、うん、<laughs> 一番日本語の日本語っていうか一番のその思い出は何ですかその5日間6日間ぐらい滞在してうんこれこれ今ちょっといいなみたいな。 うん、一番印象に残っってていることってですかそうですねそれは難しいですね、うん、あのーうん、あのー、なんだっけまあいろいろな面白いことが領収書面白かったですねでもあのー、最近まだ投稿してないけどツイートに投稿しようと思ったんですけど、うん、そのブンにあのー、途中にあったあのー なんだっけ美容院の名前がかなり面白くてフェディッシュっていうあの名前がつけて <laughs> うんなんだろうなんかやばいと思ったんですけどただのびょ美容院になって、ねはい、あのそこは結構好きでしたね。だからその まあ日本人の,そのネーミングセンスっていうかそうカタカナをもっと見る機会が増えると思うんでう、はい、日本でうん、うん、で、うん、マンションとかアパートは一つ一つに名前が付いていたりするのでカナダは番号だけじゃないですか、はい、基本的にはだからあの私も昔マンションマンションっていうかその見たことがあってダイイングマンション。うん <laughs> 事故物件はずす、うん。そのダイイングマンションっていうのがあって、<laughs> すごいね。それ面白い。これって、うん。やばくない？ダインダイングマンションって、えー、他の捉え方もないしね。う <laughs> んうん。うん、だからそのカタカナ本当に自由。なんか組み合わせが自由。そうですね。で、だかカタカナで見ると余計にちょっと面白いというか、まあ英語で書いてあって間違ってるときもあるじゃないですか。うん それも本当になんだこれなんだこれみたいな。本当にあの楽しみしてますね。それに。そうだから外歩いてても、例えばその日本人の人が持ってるカバンとか、T シャツの裏とかに書いてある英語が、え、どういうことどういうことみたいなどういうことみたいななんか暗黒からの死者みたいなさ。ああ。 よくかからないのがあったりとかして、うん、まあそれはもう本当になんだろう、うん、えっと電車とかバスとかの警告文トイレの警告文とかも、うん、何を警告してるんだろうみたいなそう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 、うん、それは結構面白いですねそういうウェブサイトもあってそういう画像を集めたなんかウェブサイトみたいなのを見たことがあって まあ、いろいろあるんだねって多分それを面白いと感じるその日本人じゃない人たち外国人の人たちもいて、うん、あのそれを、まあ、ウェブサイトにまとめて、うん、はいそれは面白い <laughs> 結構好きそのそのようなあの英語の翻訳の <laughs> 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 あのサインのはいそうそう、うん、だからまあね日本人もそのあの まあ、漢字のタ,タトゥーとかあるじゃないですか、時々そのカナダ人とかのタトゥーを入れてる人たちが、はいはい、例えばその首の後ろに入ってるのが犬とかあバカとか見たことあるんですけど、そういうのでハハハっていうのとまあ変わらないですよね、感覚としては。そうですね、全く同じようなものだと思います、ね。多分カナダでなんだっけ本当に首の下に、うん、背骨 うん、のところにあのなんだっけ忍者とかあのがあってダッサッと思って <laughs> <laughs> そう多分だから形だろうね、はい、その、うん、その人にしてみたらその漢字の形がす、ね、好きみたいなそうそれでほんとにだから首の後ろに「犬」って書いてあって、うんうんうん どうしたんだろうこの人はって思ったんだけど、うん、いやこれは生きがいですいや犬ですみたいなはいであのなんか友達でそのタトゥーが入ってる人に「うん、あこれこういう意味なんだけどそういう意味でつけたの?」って言ったら「うん、えっ?」うて「うん、えこれってこういう意味じゃないの?」って「いや違うよ」って「<laughs> えっ?」ってなんかちょっとそこですそあったんですか,、うんなんか 本当はその人が入れたかった言葉はなんか別の言葉ででもなんかそのタトゥーアーティストの人が間違えたっていうかちょっと適当な感じになっちゃってその感じ自体は別に合ってるんですよでもその人が入れたかった単語とは違う字が入っちゃってていやーこれこういう意味じゃないのっていや違うよってこの漢字は別の言葉って言ってそしたらえぇー 覚えてますか何だったか忘れちゃったんだけどそれは残念ですね。その意図したのと違うよっていうのに気づいてなかったっていうのもそれだと思い込んでたっていうのがあったんだけどちょっと余計なことしちゃったなってごめんなさいって感じだったけど言わなければ幸せなままいられたのにって。 まあ仕方ないですけどね変に聞いちゃったのでねちょっと申し訳なかったですね、うんまあ、あれは。でどうですかその日本まあその外に出るときにあの今ちょっと寒くなってきたって言ったときに「うん、寒いですか?」みたいな感じだったんですけど <laughs> カナダ人からして <laughs>、はい、その日本のこの今の季節、はい、秋から冬に、はい、なりつつあるこの日本。うん どうですか、うん、寒いですか今は寒くないですね。<laughs> やはり <laughs> まああの。でも来るとき、カナダ雪降ってましたか降ってました。はい、降ってました。<laughs> あの、もう着いたらみんなが、あのなんだっけ、あのまあ、自分の自分の犬が初めての雪みたいな動画があって、そういうような。 うん、<ー>ことを見てでもこっちはもう20度<ー> <laughs> でもう幸せだなって <laughs> うんうんえで<の>も<構>寒いの好きじゃないんですか好きじゃないですねはいあんまり結構冷え性っていうか<あ>はいうああん、暖かい方がいいそうですねうん結構多分細いからあの、うん そこあんまりあの保温できないっていうかそうだねそれを分かりますよ、はいはい、<laughs> 同じですよね <laughs> 同じですはい、うん、まあだから11月がまあ終わりつつあって12月うん、うん、まあこれからですから寒くなるとしてもまあでも今年寒くなるか暖かくなるか分からないですけど寒くなるとしたらまあこれからなのであの東京は普段ゼ0度ぐらいになりますよね最低 ね、そうですね。割と寒いですよ。うん、それは寒くないですよ。<laughs> うん、まあカナダはだってマイナス30度とか平気で行きますから、らあの<い>外にいるのが痛い。そうそれ、それを避けてよかったです。はい、本当に、もうそれから逃げてよかったですそ。そのレベルの雪みたいなのはないですね、東京では。それは本当に。 うん、幸せですね。そんなことが起きていたらもう本当に世界の終わりが近いですよ。<laughs> こっちだとはい。<laughs> まあ,あの、なんだっけあの高校、高校の時にカナダでの,あの多分マイナス40度があってそこはもう,あのもう死にそうな <laughs> 温度で気温ではい。それをもう 経験しししないいよううにまたはそだねだって <laughs> あのうーんめちゃくちゃ寒い時にあの、うん、カナダの、まあ、州政府とかがあの外に出ちゃダメっていうのを出すじゃないですかそのブリザードとかブそうですね,うですねはい、うん、だからまあそれを実際に経験した時にそんな寒いんだってうん 思ってちょっと外に出たんですけど <laughs> まっすぐ家の中に戻りまして出た瞬間にちょっとこう肌,、はい、肌っていうかその露出してる部分が痛いもうあの凍傷になりつつ <laughs> 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 本当にその一瞬,間その一瞬に凍傷になりつつはいだから本当にそのそういうのは あんまりなないかなでもそういうのが例えば今後ね日本に長くいる中で、うん、あ久しぶりにちょっとその寒さをもう一回体感したいなってなったらやっぱりその東北とか北海道とか北陸、はい、北陸の方その新潟とかああ、うん、北の方に行けばあの、うん、そういう、まあ、カナダまで行くかどうかは分からないですけど、まあ、それに近いね その寒さっていうのはありますし、うんすね、まあ逆に言えばその暖かさを求めて南に行くっていうのもまあ一つの手ですけど、うん、まあ今そういうね、うん、旅行っていうそういう気分ではないので、そうですね、まああの GoTo キャンペーンもありますしね。うん、<laughs> うん。そうだからまあ、ね、本当にね、まあ今日本に来たばかりで、病気になってしまったら元も子もないので、うん。<laughs> そうですね。 それは厄介ですね、うん。<laughs> そう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 。だからもう本当に体を大事にしながらね、<laughs> うん、やっていかないといけないのかなっていうのはまあ思いますけど、まあ本当にじゃあ、あれですね、今その日本に来て幸せ。うん、うん、そうですね。まああの、仕事が始まったらどうなるかわかんないんですけど、うん、今のところは純粋な幸せです。はい、楽園。 楽園です。はい。もう、そうですね。まあ、あのー、地獄から来たわけではないけど、楽園です。さ、は、ら、い、<laughs> <laughs> なる楽園。<laughs> いやカナダも結構楽園だからね、トロンって。そうですね。でも、下は地獄ですね。<laughs> 冗談です。冗談です。それは冗談ですよ。<laughs> いやだからまあね。はい 今、明日でようやく1週間、ね、日本で1週間を迎える、うん、わけなので、そろそろちょっとね、アレックスさんも本領発揮というか、うん、だんだんね、自分を出していけるようになっていけたら、はい、いいですね、それは。でも、ドン・キホーテに行った際には本当にもう、カメラ持参で、もう取りまくって、勉強に役立ててください。はい、はい、了解です うん、ありがとうございました、まあ、もう多分今後ね日本語がどんどん上手になっていくと思います私はまあそうなってくると嬉しいですそれはそうなってくると嬉しいです <laughs>、まあ、ですねうんなのでまあねまあ焦らず <laughs> ゆっくりと慣、ね、れ、はい、ていってくれたらいいなと私は思ってますはい